はい、戸隠育ち農園です。今回なんですけれども、こちら、はい、花豆というのですね、種むきをしていきたいと思います。花豆っていうのはですね、まあ、高原花豆とか、まあ、紅花インゲンとかですね、まあ、いろんな名前があったりする豆なんですけれども、うちの方の、まあ、言い伝えとかだと標高700メートル以上じゃないとちょっと実がつかないよなんて言われている豆です。実際にはですね、まあ、高冷地とか、冷涼地でしたら、まあ、一応実が、つくんじゃないかとは、言われています。長野県で言えば、北部の方と、まずは中心地域でも標高によってはですね、まあ、作れるとか、なったりしています。で、紅花インゲンなんて言ったり、花豆というですね、名前の通りちょっと花がですね結構綺麗な、豆になっていまして、もともとは観賞用でですね、日本に伝わってきて、実は実が取れるじゃないかということで、まあ、栽培もですねちょっとできてきたというものになっています。ということで、まあ、こちらをですね、まあ、作っていくんですけれども、結構大きめの種ですね、はい、ちょうど手に入りまして、まあ、今年ちょっと、まあ、栽培どうしようかなとは思っていたんですけれども、まあ、いい種があったので、じゃあちょっとやってみようかなということで、おります。で、基本的にはこれはつるありというか、つるで伸びていってどんどん花がついて、まあ、鞘がつくようなものになりますので、まあ、後ろの方もですね見ていただくと、まあ、アーチパイプをやって、キュウリネットをですね、まあ、作って、います。まあ、本当に栽培的にはですね、つるありインゲンとか、まあ、キュウリとかそんな感じで、いくようなイメージにはなっています。一応ですね、この花豆なんですけれども、結構、花は大量について、まあ、綺麗なんですけれども、実になる割合、結実率っていうんですかね、結果率というか、まあ、果実というか、まあ、豆になる、花から咲いて豆になる割合っていうのがですね、まあ、かなり低くてですね、まあ、冷涼地とかでも大体 5% あるかどうかくらい、10個咲いたら、どうですかね、1から2個取れるかどうか、鞘になるかどうか、まあ、鞘になってしまえば結構いくつかポンポンポンとつながって、まあ、取れたりはするんですけれども、まあ、ちょっと、実になる取れる量が、まあ、少ないものになっています。なので結構希少価値というか、結構お値段的にもですね、まあ、高いですね。普通のキロ単価で、どうですかね、2000円とか3000円ぐらいいく、状態のいいものだと、そういったものもあります。まあ、そういうものになっています。かなり栽培できる場所も限られていて、収穫量も、まあ、結構取るのが難しいというのがまずあります。で、栽培自体はですね非常に簡単で、まあ、基本的に農薬っていうのは、まあ、使わずにいけちゃうかなと。で、あんまり追肥とかもですね実はしたことないですね。まあ、去年とかちょっとカルシウム分を使ってみて収穫量アップするかっていうのをですねちょっとやってみたりしたんですけど、まあ、ちょっとそれは効果がありそうですけども、まあ、ちょっと液肥というかですね、カルシウム入ったものをやるのはありかなと思うんですけど、基本的には何もしなくても結構ついてきます。まあ、マメ科なんで肥料そんなに上げなくてもいいかなと。まあ、でさらにツルで伸びていくので、まあ、そういったものってあんまり、窒素分多すぎるとツルの方につきすぎてとかあったりしますので、実が、まあ、あんまりつかないというか、ツルが伸びすぎるとかですね、そういったこともありますので、まあそんなに肥料もあんまり入れてないところでやっています。で、研究結果ですね、いろいろあり、試験でされているところもあるんですけれども、まあ、3年間栽培してあんまり連作障害とかそういったのも出てませんというのがですねあったりします。まあ、一応そうですね、うちも続けて作っていて、そこまで何かあったということもないので、そんな連作自体はなんとかいけるんじゃないかというものになっています。で、今回はこちらですね、やって、種まきをしていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっと種まきの方ですねしていきたいと思います。で、まずですね、株間
ですね。この豆一粒一粒どれくらい間を空けて、植えたらいいのかというところですけれども、これもですねいろいろ試験がされていて、まあ、75センチ以上がいいのではないかというのもありますし、まあ、地域によってはなんですけれど50センチとかいう狭いところでも、まあ、いいというですね方法もあります。まあ、50センチぐらいの株間だったら狭くたくさん植えられるので、まあ、収穫量上げられるというのもあればですね、ちょっと茂りすぎる場合もありまして、あまりに狭くて茂ってしまうと、まあ、それはそれで、日光とかですね入ってこなくなっちゃったりして光合成できなくなって、まあ、あまり、良くないよというのもありますので、まあ、難しいとこなんですけど、まあ、大体ですねうちは80センチからまあ100センチ1メートルぐらいを取るような感じにはしています。で今回はですねじゃあ何センチかというと、まあ、80センチぐらいにはしていきたいんですけど、こういった棒を使っていこうかなと。ああこっちですね。はい。8ミリのこれは75センチですけど、まあ、大体これよりちょっと広いぐらいで、まあ、植えていくかなと感じですね。で端っこについてはまあ40センチぐらい開けて、で、穴をですね、この穴開け器で。ちょっと刺して回せば、はい、ちょっと変な感じですけど、まあ取れました。でここにですね、植えていきます。で植える際のですね向き、まあ豆科とか大体同じような考えでいいと思うんですけれども、まず豆ですねこんな感じなんですが、はい、でですね、まあ、どこから芽が出るのかっていうとここですね、こちら。他のところはですね、もう何も、出てこれそうな場所ないですが、ここだけですね、ちょっと、まあ、白く横に、まあ、線が入ってる、縦にというかですね、はい、ここから根っこが出ていきます。で、最終的には、まあ、これぐらい、こういう形ですかね、根っこが下に出て、この実の部分というかですね、豆の部分がパカッと割れて、まあ、双葉というか、本葉みたいな感じ。あ、双葉ですね。それになっていくという感じです。ですので、まあ一応ですね、植え方としては、この、まあおへその部分というかですね、ここ、根っこが出てくるところを、まあ下にして、まあ植えましょうというのが、まあ言われているところですね。ただ、そうですね、まあ最悪逆にしてしまってもですね、結局根っこは一旦、地上の辺に行ったりするんですけど、またこう下の方に、自らですね行ったりするので、結構この辺はまあ一応植えるにはこっちの方が確かにスムーズにはなりますけれども、逆に間違えてやってしまったとしてもまあ結局はなんとかなります。まあ、自然の中だったら結構豆って、まあ、どう入ってても結局は水を求めていくので、自然の中で生き抜いていくには自分でこうそういった考えもあるんだろうなと、豆自身のですね感じですね。でただまあ一応今回スムーズに芽を出していきたいので、おへそを下にして入れてあげます。はい、まあ、第一関節ぐらいですかね、入ったらまあ軽く土をかけてあげて、まあこれでいいかなという感じです。まあ、枝豆とか大豆とかだとですね、まあ、鳥に食べられちゃうとか、まあ、いろんな話、あったりすると思いますけれども、花豆は今のところ経験上は食べられたことはないです。まあ、そのもしそういう食べられてしまった時の対策としては、まあ、苗を作っておいて後から、植えるとかですね、苗の時で植えればまあ大丈夫だったりとか、まあ、こういった直巻きしておいて食べられちゃったら本当に苗の導入というかですね、苗を使うというのはいいんですけれども、まあ、うちは食べられたことないのでこのまま、直巻きというかですね、直接巻くやり方に、しています。ではですねどんどん植えていきたいと思います。
はい、種まきですね、完了しました。まあ、約80センチ間隔ぐらいでですね、植えてあります。いや、結構たくさん入りますね。だいたい70粒ぐらいかな、80ぐらい入りましたね。まあ、花豆がなぜこう寒いところでしか、実にならないのか、あったかいところだとダメなのかっていうと、なんか夜間の気温がですね、関係している、実の月にですね、まあ、関係しているのではないかということがありました。夜涼しい環境がなんか必要みたいなのは見たことはあります。日中本当に暑いとこだと、もう全く実にならずに花が咲いてそのまま落ちてしまうと、観賞用というかですね、まあ、見る分には全然、いいとは思いますけれども、花豆を栽培したい場合はですね、どうしても、領地とか寒冷地、もしくは標高の高いところでの栽培ですね、が必要となっております。まあ、うちの方の場合はですね、まあ、山だったりとか、ちょっと音も聞こえると思うんですけど、沢がですね、すぐそこにあります。まあ、山の方の吹き下ろす風とかですね、まあ、沢の、気温の低さ、水温の低さによってですね、結構風が、冷たい風結構当たる場所ですので、まあ、標高は750メートルですけれども、一応まあ取れるのかなというのは思ってはいます。あとはこの場所はですね、ちょっと日陰になりやすくて、6時間ぐらいですかね、午前中日が当たって、まあ、午後日が当たらないとか、そんな感じになっていて、まあ、日中ずっと日が当たるわけでもないので、まあ、そういった意味でも、気温の抑制というかですね、そういった状況になっているのかなとは、思いますね。今年は結構ちゃんとした、アーチパイプで、まあ、組んでみましたので、ちょっと収穫量ですね、いいのたくさん取りたいかなと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、花豆の種まきですね、完了しました。ご視聴いただきましてありがとうございました。